はい、速稼塾の久保でございます。私の隠居 TV っていうのはね、基本的にあんまり人気のないようなテーマを狙ってお送りするというよりも、人気のあるテーマを作るという感じでもないんですよね。私がね、内側から出たね、自分の勝手な発想をずっとお話してるんですよね。で、今日は2つちょっと例をとってお話したいと思うんですけども、実はね、私もやっていたんですけども、例のね、堀江貴文さんとある餃子屋さんのお話ですよね。これご存知の方も多いと思いますけども、私もね、これどうしても言いたいことがあったんで何本か動画を撮ったんですけども、もうね、金輪際あげることはないと思います。というのが、どうもね、 YouTube をしている方で YouTuber さんっていうんですけども、この話題に群がってきてるんですよ。ですんで、まあアクセスが取れるからやってるんでしょうけどもね、それから本当に言いたいことがあるから言ってるんでしょうけどもね、こういうふうに人気が出てきたら、私ね、もうそういう方と、まあ、いわゆる巻き込まれたくないなと思っちゃうんですよね。で、私はできるだけ人気のないっていうかね、まあそういう風な言い方も変ですけども、自分の内側から出るこれいいなっていう話題にやっぱり身を置きたいと思うんですよね。で、それがまた人気になってきたら、やっぱり興味を失ってやめるって感じですかね。まあ餃子屋さんに関しましては、ちょっとね、私知り合いなんで、あと守りたいなって気持ちがあって言いたいこと言ったんですけども、まあこれ以上はね、今度は逆に問題長引かしちゃうかもしれないんで、ちょっと静かにしていた方がいいかなと感じています。それがまあ本音なんですけども。で、もう一つ、私がね、今ずっと伝えていきたい、で、なおかつ、マーケット的にはあまり人気がない話題なんですけども、それは第2弾の持続化給付金、定額給付金、こちらのことなんですよ。特別定額金ね、全国10万ってやつですね。これは私がずっとね、動画を上げてきたんですけども、でもまああんまり賛同する方とか似たようなテーマで発信してる方はいないんですよ。本当に一人いるかいないかっていうところでした。そこに私が動画を出してきて、まあ2人3人ぐらいいたかなって、私の見える範囲で、ね、いたんですけども、ここに来てですね、結構またこの話題で、動画を撮る方が増えてきたんで、もうしばらくしたら私もね、この話題は普遍的になってきたんで、やめていくかもしれないなと思ってるんですよ。ただまあ、だからといってやめるっていうことはね、あんまり考えてないかなっていうところもあって、というのが、この第2次の給付金っていうのは、まあ多くの方が助かるんじゃないかなと思うんですよ。人を攻撃してるわけでもないし、アクセス目的でやってるわけでもないし、むしろアクセスが増えたりとかね、似たような動画を撮る人が増えれば増えるほど世論っていうのは高まっていくから、これはまあ私の内側から出る興味は尽きないのかなと思うんですよね。ですんで、特別定額給付金の話題っていうのは、私の速稼塾のね、塾生さんはじめ、たくさんね、出してほしいなと思うばかりでございます。で、私もこれはね、定期的にやっていこうと思うんですよ。ただ私がほとんど孤立無援でやってきた時でも、数千アクセスっていうのが結構取れたんで、関心が高いのかなと思ってましたよね。まあでも、数万とか数十万アクセスになることはなくて、それはまだまだね、この問題に期待する人の耳に届いてないのかなっていうところもありますけども、ただコメントは莫大入ってるんですよ。で、そのコメントにはですね、ほとんどの方は生活が苦しい、だから給付金お願いしますと、10万円お願いしますとかっていう書き込みがあるんですよね。でもまあ、私のところにコメントするんじゃなくて、官邸の方にメールをした方が同じ労力ですからいいんじゃないかなってことをお伝えして、官邸の URL とかね、お届けして、書き込む方も増えたと思いますけども、これね、毎日やってほしいんですよね。毎日毎日で、そうですね、まあこれから動画を撮る中で、アクセスが高まるからやめるみたいな妙なことにもならないようにしなくちゃいけないんですけども、まあこれはやっぱりね、私の内側から出る、何度も言いますけども、熱い思いが途切れないものはやっていこうかな。そのうちの一つがこの第二次定額給付金なりね、持続化給付金の、まあ、お願いしますみたいなね、期待しましょうみたいなことですかね。で、中にはね、少数ですけどもコメントとして、そんなことやっても無駄だとかね、お前はバカなんじゃねえかと、菅に騙されるなってみたいなのありますけども、まあ、私がね、騙されたりしている分にはほっといてくださいよって話なんですよ。無理だと思ってやらないっていう選択もあると思いますけども、私ね、無理だと思ってもやる方なんですよね。だってそのやること自体に意味を見出しちゃうんですよ、結果ともかく。だから例えばね、おかしいかもしれませんけども、大好きな女の子がいてね、
どうせ無理だろうなと思ってもアタックする方なんですよ私は。で難しい難関大学でも受けてみる方なんですよ、うん、だからそういうふうな魔石に合わないこととか効率的ではないことを結構やるんですよね。だそれで人生が充実するんでほっといてくださいね。この40代になってプロボクサーを目指したっていうのもねありましたけども、年齢的にダメっていうことが分かるまで本当に真に受けてやってましたからね、まあそういうこともあってね、私の人生は私が面倒見ますんで、その辺ご懸念なく、いろんなね苦言ご指摘お叱りありましたけども、まあ、指導をめいたことをねしたい人間の気持ちも分かります。それで私もそういう意見をね受け止めて、ああそういうふうに見えてんだなと、私のやってることはある人から見るとみすぼらしいんだな、がめついんだな、かっこ悪いんだなと思われてますけども、そういうふうな素直な声をね私全身に受け止めながらこれからも生きていくのかなというところでございます。はい、まとめないようなねトークになってしまいましたけども、ご容赦いただければ幸いでございます。じゃあ以上です。さよなら。